今回のテーマは初めてのルームツアー、当チャンネルのメインシステムをご紹介しますという内容で進めたいと思います。一般的にですね、よくガジェット系の YouTuber ですとかオーディオもそうかもしれないんですが、ルームツアーということでどういうシステムを使っているのか、どういうガジェットを使っているのかっていうのをご紹介するという企画があるかと思うんですが、これまでですね、当チャンネルの場合はなかなかですね、動画できちんと撮影しまして、システムやリスニングルームをご紹介するというのはただ差し障りがありまして、できない状況でありました。そこでですね、今回は一般的な動画でご紹介するという形式ではなくて、スライドショーでご紹介したいと思います。それもですね、最近カメラの撮影に凝っておりまして、自分のシステムをいろいろ撮ってみたんですが、結構ですね、写真をいじりまくって加工しまくって楽しんでおります。ですので、普通にまともに撮った写真というよりもちょっとですね、アートに寄ったと言えば聞こえがいいんですが、自己満足かもしれないんですが、自分で撮ってですね、アーティスティックに加工したという写真を中心にスライドショーでルームツアーをやってみたらどうなるのかというので、今回動画を制作することにいたしました。それでは始めたいと思います。まず1枚目というか冒頭から出ておりますのは、これはですね、おなじみのシステムのスピーカーの配置を中心としました画像。まあ単にモノクロにしただけじゃないかという話もないではないんですけれども、こちらから始まっております。ルームツアーということで、ここに出ておりますスピーカーに至るまでにどういう過程を経てですね、どういう機器がつながっているのかということを順を追ってご説明したいかと思います。まず次の写真なんですけれども、真ん中に細長い機材があるかと思います。これはですね、オーディオ機器ではなくてインターネットに接続しているニューロ光の端末であります。その右にですね、白い箱が見えるかと思うんですが、これは汎用の NAS ですね。最近はもっぱらサブスクのストリーミングで音楽を聴くということと、以前リッピングしたりダウンロードしたファイルがですね、この白い方の NAS に入っておりますので、NAS の音楽ファイルを聴くという、まあ両方使うんですけれども、どちらかが多いということで、 CD とか SACD もあることはありますし、プレイヤーもつながってはいるんですが、なかなか稼働するときは珍しいということで、普段はストリーミングで聴いていると、ネットワークオーディオで聴いているという状況であります。次の写真です。こちらがそのNASをですね、少しアップにしたところ、DS216J というふうに書いてありますけれども、最近オーディオマニアの多くの方は、オーディオ専用のNASを使うということが多いかと思うんですけれども、私の場合はオーディオ専用じゃなくて、シノロジーという台湾の汎用NASを使っております。オーディオグレードの元祖的なリンのですね、DS シリーズ、ネットワークプレイヤーですね、これを以前導入いたしまして、当時はオーディオ用NASというものがなかったということで、リン自体が汎用NASを推奨しておりました。その頃ですね、汎用NASを導入いたしまして、それが古くなって現在のものに入れ替えたという状況になっております。オーディオ以外の用途もこのNASを使っておりますので、オーディオ専用NASの方にした方が音はいいんだろうというふうに思うんですが、現状とりあえず不満もなくてですね、そのまま使っているという状況です。このシノロジーのNASなんですけれども、意外と使えまして、シノロジーの専用のアプリでですね、こちらに USB ダックを直結すると、それだけでネットワークオーディオができてしまうと。しかも意外に音がいいということで、サブシステムではたまにその方法を使うことがあるんですが、気に入って使っております。次の画像です。こちらはデジタル信号図ということで、現状をまとめました。主にデジタル上のオーディオ信号の流れをまとめております。先ほどご紹介しましたニューロ光を我が家では使っておるんですが、まあ、それでですね、インターネットからサブスクのストリーミングということで、まずオーディオ信号が来るという場合と、 NAS にあるファイル再生ということで、インターネットや NAS というのが大元にありまして、これが LAN でつながっておりまして、まずですね、ルーンサーバーに入ります。これは専用 PC になっておりまして、現在は富士通の法人払い下げの格安パソコン Core i5 の 3470T という、結構ですね古いものなんですけれども、こちらはルーンの動作基準をある程度上回っておりますので、これを使っております。このルーンサーバーからですね、さらに LAN でつながっておりまして、もう一つ専用 PC がありまして、こちらをネットワークストリーマーということで使っております。こちらはですね、同じく富士通なんですけれども、
ども、古いノートパソコン、こちらはさらにスペックが低くて、Core i3 の 2330M という低スペックのものなんですが、現状音質的には十分満足ができるというふうに感じられておりまして、そのまま使っております。このストリーマーに USB ダックが USB でつながるという形なんですけれども、我が家の場合ではまずUSB ダックというよりも USBDD コンバーター、こちらを使っております。 iFi オーディオさんの Nano i1 という DD コンバーターを現在使っておりまして、ここからですね SPDIF に信号変換いたしましてダックに入ります。ダックの方はメリディアン218と、これはもともとですねネットワークオーディオプレイヤーなんですけれども、こちらの DAC 機能だけを現在使用しておりまして、 SPDIF 同軸ケーブルでつないでおりまして、こちらでアナログ信号に変換するということで、最終的にオーディオシステムにアナログ信号を入れるというような流れになっております。次の画像です。でこれは単にロゴがあるというだけなんですけれども、音源として今最近一番聞いているのはタイダルということで、サブスクのストリーミングサービスになります。ルーンを使っておりますので、ハイレゾ、タイダルの場合は MQA なんですけれども、そちらでジャズやクラシック、それから洋楽、この辺が結構充実しておりますので、それをメインに聞きまして、最近はですねタイダルも一部日本のポップスですね、そういうのもカバーするようになってきておりますので、現状タイダルを使っております。まあルーンを使ってハイレゾを聞きたいという場合は現状これ一択になるということではないかと思います。ただしこれ日本では公式サービスが開始されておりませんので、現状ですね香港契約ということで使っておりまして、毎月香港ドルで請求が来ると、クレジットカードの引き落としで毎月毎月のその香港ドルの円相場で引き落とし額が決まるということなんですが、だいたい千数百円ということで、ちょっと古い感覚で例えますと、毎月輸入版の CD のアルバムを1枚買うぐらいのコストがかかっているということになっております。まあそのぐらいだったら以前のように1枚1枚気に入った CD を買ってくるというよりも、まあ割安なんじゃないかなということで使っております。次の画像です。次はそのルーンのですね画面なんですけれども、こちらのルーンというのは使ってる方はご承知だと思うんですけれども、ストリーミングの音源とそれから NAS にあるローカルのファイルですね、音楽ファイル、手持ちの音楽ファイル、これをですね一括して、例えば検索したり自分の好みというのでルーンでおすすめされたりですね、シームレスに音源を選択することができるというのが他のソフトにはない売りでして、その点が気に入って使っております。次の画像です。こちらはですねあなたが購入しましたという、これヤフオクの取引画面なんですけれども、ルーンサーバーとして使っておりますハードウェアなんですが、先ほどご説明しましたように法人払い下げの小型の PC で、以前ですね過去動画でご紹介しましたヤフオクで同じく2400円でゲットしたというものもあったんですけれども、そちらは手放しておりまして、この富士通のハードウェアを使うのは2台目になります。今回は6050円ということで、前回よりも少しスペックが上がりましたので、そちらを使っております。これなんで今こういう状況かと言いますと、もともと使っていたハードウェアがですね少し前にマザーボードが故障いたしまして、それで組み替えたという状況になっておりまして、スペック的にはですね少し下がったんですけれども、まあこのぐらいのものでいいかなということで実際に導入して、今のところあまり不満もなく使えております。法人払い下げの PC、 それから余ったパーツで構成しているんですけれども、法人払い下げっていうのはいわゆる事務用にですね何年か使って、会社としてはもう古くなったんで新しいパソコンに入れ替えたということで、それを一括して払い下げているので、中古パソコンとしては非常に格安で手に入るというものであります。次の画像です。こちらはちょっと暗くて分かりにくいかもしれないんですけれども、そのルーンサーバーとして使っている格安 PC ですね、これが稼働している状況であります。この PC はですねクローゼットに設置しておりまして、この右側に少し映っているのがメイン PC なんですけれども、設置してある場所はかっこよく言うとウォーキングクローゼットっていうことなんですが、まあ平たく言うと難度ということで、通常仕様の Windows のデスクトップのマシンとこれと並べて設置しておりまして、ルーンサーバーにつきましては電源は GAN 蓄
カガリウムの AC アダプター、これも過去動画でご紹介しております。こちらで通常のスイッチング電源よりはオーディオ的にクオリティが高いというふうに判断して使っておりまして、直接ではなくてですね、大阪のノースフラットジャパン NFJ ですね、こちらの格安電源フィルター、それからマグネットを活用したノイズフィルター、これを併用して24時間稼働しております。ノースフラットジャパンとかですね、マグネット活用のフィルターっていうのも過去動画でご紹介しております。次の画像です。こちらが先ほども申し上げました過去動画でご紹介した2400円でヤフオク入手した、まあほぼほぼ見た目は同じ法人払い下げの PC なんですけれども、それをルームサーバーにしたという事例であります。今回は同じタイプで少し高スペックのものを使っているということになります。次の画像です。で、このルーンサーバーに入れております OS なんですけれども、これもですね、現状は Gen2 プレイヤーというのを使っておりまして、ここでデジタル信号としましては、ディレッタを活用したディレッタホストというので送り出しをしております。ルーンサーバーはですね、汎用 Linux の Ubuntu というものからスタートしまして、次に専用 Linux の Rock、それから現状 Linux でもですね、有料の Linux である Gen2 プレイヤーというのに変遷しております。 Gen2 プレイヤーは有料なんですけれども、ルーンサーバーとディレッタホスト、これがですね、同一マシン上に簡単に組み込めるという Linux でありまして、非常に優れもので、現状でですね、ルーンでの最良の構築法の一つということじゃないかと思って使っております。次の画像です。こちらは過去動画でゴミ活用というふうにありますが、ネットワークブリッジです。先ほどもご紹介しました富士通のノートパソコンなんですが、このノートパソコンは古い上にですね、液晶画面が不良でして使い道がなかったというものをネットワークブリッジとして活用しております。こちらが設置している状況なんですけれども、このネットワークブリッジも有料の Linux であります Gen2 プレイヤーを同じく入れておりまして、こちらがですね、 Gen2 プレイヤーの非常に優れた点で、ディレッタターゲットという機能を盛り込めるというものがありまして、受信側も送信側と同じ有料 Linux の Gen2 プレイヤーを使うことによって、ディレッタでルーンサーバーからネットワークブリッジ、ルーンの用語で言いますとルーンブリッジということなんですけれども、その間がですね、ディレッタで送受信できるという状況になっております。とりあえずいつまでかわからないんですが、半額キャンペーンということで、今画面にいくらで入手したっていうのを出ているかと思うんですが、まあこのぐらいのコストでディレッタターゲットが使えるというのは他にないやり方で、結構普通に導入しますと高価なソフトウェア、あるいは高価なハードウェアとセットではないと入手できないというディレッタを比較的リーズナブルに使っているという状況であります。で、このノートパソコンにはですね、手前側に2つ USB メモリーが刺さっているかと思うんですけれども、1つは OS が入っております。Gen2 プレイヤー、もう1つは iFi オーディオのノイズフィルターなんですけれども、最初にですね、簡易的に試すときに、まあ大体 USB メモリーを OS に入れて、そのまま試すというパターンが Linux の場合多いんですけれども、もうこれで十分な音質だったというふうに感じまして、そのまま USB メモリーで運用しております。本来ならですね、内蔵の SSD に入れた方が良いんではないかということもあるんですが、現状これで問題なく動いておりますので、そのまま使っております。ちなみに Gen2 プレイヤーって有料なんですけれども、下手に構成を変えますとですね、ライセンスが無効になってくるんじゃないかという不安を感じておりまして、そのままにしているという理由もあったりします。次の画像です。これはスイッチングハブなんですけれども、スイッチングハブもですね、オーディオ専用のハブっていうのが最近はありますし、それよりも LAN 関係は光 LAN にした方が音が良いという多くのマニアの方の報告がありまして、そういう風に変えたいなという気持ちはあるんですが、現状はこちらの汎用のスイッチングハブを使っております。まあ汎用といっても一般のものではなくて、本来ゲーミングハブということで、ゲーム用に少し汎用よりは高性能になっているものでして、以前ですね、ファイルウェブでオーディオ的に評価されているという記事を見つけまして、それで導入したものであります。次の画像です。で、こちらのスイッチングハブですね、オーディオ専用じゃないということで、このスイッチングハブの電源も重要だということで、アナログ電源を使って運用しております。この画像はアナログ電源なんですけれども、先ほども申し上げましたように、本来ですね、光 LAN というふうに変えたいなというふうなことをずっと考えているんですが、
現状そこまで至らず、とはいえスイッチングハブに関しては意外に影響が大きいという部分ですので、ノイズの少ないアナログ電源で稼働させております。ヤフオクで入手した電源でして、アナログ電源自分で作ることもできるんですが、ちょっと作るのは面倒というふうに思いまして、ヤフオクを見ておりましたら、アマチュアの方でですね、組んで販売していると、非常に格安で販売しているという事例がありましたので、内部の回路もそう難しくないというものですので、そちら入手したものを運用しております。次の画像です。でこちらはスマホなんですけれども、ルーンを使っておりますので、音楽再生のリモコンとしてスマホを使っているということで、こちらのスマホからですね、ルーンの画面で選曲それから再生っていうのをリモコン代わりに使っているということです。次の画像です。こちら同じくですね、リモコンとしてスマホを使うんですけれども、同じ機能が通常使用している Windows のデスクトップパソコンからも操作が可能だと。こちら少々画面が広いので、スマホよりも細かくですね、音楽を探したり調べたりということがやりやすいので、まあそういう場合にデスクトップパソコンからも音楽の再生の指令、選曲などを行っているという状況になっております。次の画像です。で先ほどもご説明しましたが、LAN ケーブルに関してはスイッチングハブからですね、ルーンサーバーの部分だけがオーディオ用の LAN ケーブルを使っておりまして、こちらがですね、それをご紹介した過去動画のサムネの画像になるんですけれども、この1本以外はいわゆる汎用の LAN ケーブルを使っております。次の画像です。で、LAN ケーブルのですね、特に汎用の LAN ケーブルを使っているという部分は、マグネット、それからフェライトなどでノイズ低減を図っております。LAN の信号伝達経路につきましては、音質に影響が非常に大きいので、マグネットフィルターですとか、フェライトコアなども使いまして、本当は一気に光 LAN 接続にした方が良いとは思っているんですが、そこに至っておりませんので、そういう形でノイズの低減を図っております。ただしこれはですね、どこに入れるかどの程度入れるかということで、かなりコロコロ音が変わりますので、慎重に音を聞きながら入れる場所ですとか量を調節しているという状況になります。次の画像です。こちらはちょっと何の画像だか分かりにくいと思うんですけれども、ネットワークブリッジですね、そちらから DD コンバーターに USB 接続しているんですが、これはですね、ラックに DD コンバーターをくくりつける、まあ、タイラップみたいなのも使ってあるんですが、空中に設置しているというような吊り下げる形で設置しております。小型の DD コンバーターですので、そういう形で設置しております。ネットワークブリッジがですね、普通のノート PC ですので、電源もノイズフィルター入れたりしているんですけれども、 USB 出力して DD コンバーターにつなぐ間、こちらは同じく iFi オーディオのノイズフィルターを使いまして、 Nano i1 という iFi オーディオの DD コンバーターにつないでおります。こちらから左翼の同軸ケーブル、こちら SPDIF の規格で DAC へ入れていくというやり方になっております。次の画像です。これがですね、DD コンバーターの iFi オーディオ Nano i1 をヤフオクで落札したという画面になるんですけれども、実は動画でも公開しているんですけれども、iFi オーディオさんからこの上位機種をですね、貸し出しを受けまして実験的に使ったんですけれども、この時痛くこの iFi オーディオの DD コンバーターについて性能がいいんじゃないかというふうに気に入りまして、まあただその上位機種ほどの機能はいらないということで、中古でヤフオクでたまたま安く見つけましたので、16,500円ということで落札しておりますが、そういう入手をしております。振り返って考えますと、上位機種をレンタル視聴して、結果的に中古を購入しているという、ちょっとマニアとしてはですね、道義的にいかがなものかというようなことになってしまったと思いますので、これは良い子は真似しちゃいけませんという話でありまして、花から中古で買うのにレンタル視聴するという行為はやらない方がよろしいんじゃないかというふうにモラル上思ってはおります。次の画像です。こちらがですね、上に真空管の箱ですとか、それからこれもヤフオクで入手しました仮想アースなんですけれども、が乗っかったりしておりますが、振動対策ということで載せてみたりしているんですけれども、機種としましてはメリディアンの218という、本来ネットワークプレイヤーを DAC として使っております。ネットワーク機能は使っておりません。タイダルで
MQA のハイレゾ音源を配信しているということがありまして、であればせっかくだから MQA に対応した DAC を使いたいなということで選定したんですけれども、初期の頃はですね MQA の対応の DAC っていうのが少なかったということがありまして、メリディアンはもともとですね MQA と同じルーツのメーカーでしたので、それなら間違いないだろうということで導入した次第です。次の画像です。こちらはカラーの写真になっていたりするんですけれども、その DAC メリディアンの218からですねアナログ信号を取り出しまして、この行き先はですねアッテネーターなんですけれども、このブルーの U の字になっているこれが接続のケーブルです。これなぜ半円形の U になっているかというのは、これも過去動画でご説明いたしましたが、セミリジットケーブルという金属パイプに近い性質のものをシールドに使っているという特殊なケーブルを使っておりまして、そのセミリジットケーブルを使ったものを導入しております。で次の画像なんですが、これが少し前にそのセミリジットケーブルの RC ケーブルというのを使って実験してみたよという時の動画のサムネイルであります。植木さんと書いてありますが、これはですね植木ラボがですねこれをさらに加工して相当性能の高いケーブルを発売したんですけれども、その試作段階の時にアイデアだけいただきまして、さらにアドバイスいただいたり貸し出しを受けたりですね、ここまでしていただいていいんでしょうかと、まあこちらも宣伝になるからいいのかなということで作った動画なんですが、その時やり取りの中で植木さんからこのセミリジットケーブルについては、通常プリアンプとしてラインアンプを通してアッテネーターパワーアンプっていう形で接続していたんですが、直結でもこれなかなかセミリジットケーブルっていいよというようなアドバイスをいただきました。またですね最初に使っておりました中国製の安物のおそらくメッキが怪しいスズメッキの BNC から RCA の変換器、これを使っていたんですが、こちらのチャンネルのですねコメント欄で熱心なマニアの方からアドバイスをいただきまして、あんまりそれ安物使わない方がいいんじゃないということで思い直してちゃんと金メッキになったものに買い替えましたら、おっとびっくりでかなりこれは効いたということがありまして、現状そういう形で金メッキ製のアダプターを返しまして RCA 接続しております。次の画像です。こちらはアッテネーターなんですけれども、上にちょっと重し乗せた方がいいかなということで使っていないですねインシュレーターなんかを乗っけているんですけれども、 TMS プロダクツというふうに書いてありますが、これはトランス式のアッテネーターでヤフオクで入手したものです。ヤフオク上でですね個人で制作して販売されている方がいらっしゃいまして、なかなかですねよくできているんじゃないかということで導入しましたところ、非常に性能も良かったということで使っております。で過去動画では先ほども申し上げましたように右に映っておりますが、こちらが中国製の安いラインアンプなんですが、真空管だけウエスタンエレクトリックに換装しておりまして、それを入れた方がですね音に力が出てですねいい感じだということで使っているということで過去動画でご報告したことがあるんですが、一つはですねこのアンプがなぜか故障いたしまして、同時に先ほどの植木ラボの植木さんから直結もいいよという話も聞きましたので、 DA コンバーターからトランス式アッテネーターに直結したところ、なかなか良かったということで、現状はプリアンプレス直結で使っております。でここをまたラインアンプを途中で挟むのかどうかっていうのは今後の検討課題ということで受け止めております。次の画像です。このアッテネーターにですね我が家の場合は仮想アース、先ほどトランス式アッテネーターの上に乗っかっておりますヤフオクでジャムの瓶かなんかを使った仮想アースがあったかと思うんですが、それともう一つ自作した、以前ファイルウェブコミュニティで金属たわしアースっていうのが流行りまして、そちらを作ったものがありまして、その2つをつなげております。この仮想アースもですね音質的に結構影響が大きいので、どこにどういうものをどう接続するというのは音を聞きながら慎重に調節していったという経緯であります。次の画像です。
この奥の方に見えますのがその自作した画素アースなんですけれども、100均で買ってきたですねプラスチックのケースの中にいろんなものが入っております。本来ファイルウェブコミュニティでこれが流行った時は100均でガラス製の瓶を買ってきてケースはガラス製がいいよということだったんですが、私間違ってプラスチック製のケースを買ってしまいまして、まあ、それでも結果が良かったのでそのまま使っているんですが、中身は何かということで申し上げますと、金属たわしと台所で流し台などを洗うですね金属たわし、これが100均とかホームセンターに売っておりましたので、素材違いのものをいくつか買ってきまして、それと手前に見えますアルミホイル、それからホームセンターで買ってきた銅線や銅板などを、まあ、とにかくいろいろブレンドしたという形で入れております。次の画像です。こちらがメインアンプになるんですけれども、これも何度か過去動画でご紹介しております。もともとはですね特殊な形式の送信管アンプというものを使っていたんですが、その出力の真空管が相当古いもので比較的早く寿命になってしまったので使い道がなくですね放置していたんですけれども、この休眠器をですね改造して KT88 っていう真空管、ポピュラーな真空管、これをシングルで使えばとりあえず改造改造は簡単だったということで現状使っております。でその改造した時のいきさつも過去動画でご紹介しましたが、その後ですねもう一つ過去動画でご紹介しておりまして、こちらの画像になるんですけれども、逆起電力対策とものすごい効果だというふうに書いてあるんですけれども、これはもともとオーディオ誌の環球王国っていう主にアンティークオーディオや真空管アンプ、こちらを取り上げている雑誌がありまして、そちらの方にですね町田和明さんっていう九州で非常に有名な真空管アンプの天才的な方がいらっしゃいまして、その方が逆起電力を吸収する回路というのを環境王国にご報告したという記述がありまして、まあ、実はちょっとその裏側も私少し噛んでおりましたので、この回路を KT88 のアンプなら簡単に組み込めるなということで、まあ試しに自分でもやってみようじゃないかということで組み込んだところ、さすが町田さんということでかなり高い効果が感じられましたので、それを組み込んだ KT88 シングルアンプを現状メインアンプとして使っております。で次の画像です。こちらはですね実はスピーカーケーブルなんですが、ラダー式ということで自作したスピーカーケーブルです。かなり以前にこれは自作したものなんですけれども、ラダーケーブルっていうのがですねちょっといいんじゃないかなということで、そのラダーケーブルの公式サイトに自作の方法というページがありまして、そちらを参考にホームセンターで、材料自体はですね安いものですので、それを買ってきまして試しに使ったところ、なかなかですねいわゆる癖がないって言いますか、それまでスピーカーケーブル、オーディオグレードのものをいくつか読解引っかいしていたんですが、いわゆるそういう既製の製品にありがちな癖みたいなものがなく、非常にニュートラルな印象でしたので、それをシステムに組み込んでいるという状況です。構造が特殊なんですけれども、材料費としては非常に格安で自作できたというものであります。次の画像です。こちらが現状メインシステムにつないでおりますスピーカーになります。 LS35A ということで、 LS35A は過去動画でも何度かご紹介しておりますが、いろんなメーカーから発売されておりまして、こちらはスペンドール製になります。このスペンドール製なんですが、入力が8オームという使いやすい規格の上にバイワイヤリング対応ということで、結構いろんな面で使い勝手の良い機種であるというふうに思っております。ヤフオクでかなりリーズナブルな価格で入手したものです。次の画像です。まあ、この使用しているスペンドールの LS35A 以外にもいろんなところで LS35A は作られておりまして販売されておりますので、もともとそのイギリスの BBC がですねライセンスを持っておりますので、それをいろんなメーカーに、複数のメーカーに作らせているという状況なんですけれども、かなりロングセラーになっておりまして、現在もいくつかのメーカーで販売されているということで過去動画でご紹介させていただきました。次の画像です。
こちらですね、その LS35A の裏側なんですが、バイワイヤリングの入力になっているのをショートケーブルでシングルワイヤリングで入力しているんですが、並列にですね、四角い黒い箱、こちらをつないでおります。これを何かと言いますと、スペックのリアルサウンドプロセッサーという、こちらも逆起電力を吸収するという機材であります。で、こちらも相当以前に導入しまして、割と気に入ってそのまま使っております。アンプもですね、含めて逆起電力を2箇所で吸収するという体制にしておりまして、現状これでいい感じの音で聞こえておりますので、気に入ってそのまま使っております。次の画像です。スピーカーの配置を撮影しました。元の画像に戻りました。で、次の画像です。こちらは先ほどと違いまして、アナログ部のシステムの構成図、こちらを作成してみました。まず左から DAC DA コンバーターとしまして、メリディアン218、こちらでアナログ変換しまして、植木ラボのアイデアをいただいて組み合わせたセミリジットケーブル、こちらをラインケーブルで使いまして、ヤフオクで入手したトランス式アッテネーター、こちらにつないでおります。トランス式アッテネーターには仮想アースがつながっています。このトランス式アッテネーターからメインアンプ、真空管アンプにつながっておりまして、こちらは自作した KT88 シングルの無機管です。環境王国で紹介された町田式逆起電力吸収回路を入れているという状況になっておりまして、そちらからザダ式のスピーカーケーブルを経由しまして、メインシステムのスピーカーは現状スペンドールの LS35A と、 LS35A に並列でスペックのリアルサウンドプロセッサー、こちらがつながっているということで、電源を必要とするのはこの構成図では DAC と真空管アンプの2つになるんですが、こちら両方とも電源ケーブルはサンシャインの電源ケーブル、非常にリーズナブルで性能が高いということで一時期話題になったものなんですけれども、そちらを使っております。細かいアクセサリーにつきましては省略しております。以上が現状のですね、スライド形式のルームツアーになるんですけれども、最近冒頭にも申し上げましたように、新しくカメラの趣味を始めまして、若干オーディオに費やす時間が減り気味の今日この頃であります。ちょっとオーディオマニアとしては停滞気味なんですけれども、一つの原因はですね、現状のメインシステムが非常に自分的にはバランスが取れた音になっておりまして、ちょっと一段落と言いますか、満足しちゃってると。で、ここで手を休めずに音質改善に取り組めば、まだまだ伸びしろはあるということは分かっているんですが、写真を撮ったりっていう新しい趣味をやる傍らで、時折メインシステムに耳を傾けますと、毎回ですね、予想以上にいいなというふうに思うような感覚に陥ってしまうということで、しばらくこのバランスの取れた状態で音楽をいろいろ聴いていきたいなというふうに思っております。今回の動画は以上となります。よろしかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。